この時期を私は逃さないで今まで以上に。保育園の送迎バスの車内から意識がない5歳の男の埋められていた送迎バス内で高級車のレクサスです。実は被害届を出したということです。しかし再び起きた卑劣な犯撮影中食べて。よし、やっちゃうか。Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. Like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth reel.トレーニング終わり。こんな感じ。伝わる？よいしょ。ちょっと待って。今トレーニング終わって帰ってきました。で、帰りに、鶏肉がなかったのでスーパー寄って買いました。1キロ、宮城県産森林鶏胸肉です。はい、まあこれを皮剥いで今から焼いて食べます。これがトレーニング後のご飯ですね。なんかこういう感じでビデオ動画回すの多分1週間ぶりぐらいです。家でずっと撮ってなかったんで、沖縄以来全然撮ってなかったからなんか久しぶりなんですが、またいつもの日常に戻っていきます。まあ今日はね、お昼までパーソナルやって、その後アパレルの撮影して、でトレーニングやって今っていう感じの流れになります。最近はミートフィットネスのハンバーグとか、まあ、あと卵が多いかな。これを焼いていきます。まあ 200g かな、いつも209g、まあ本当大体です。これを入れちゃいます。これね、アイハーブで買ったスイートチリソース、見えます？今初めて開けたんだけど、
なんか僕が思ってるスイートチリソースと違う。へえ。なんか不思議。どうしよう。ちょっとこれやめときます。なんかね、独特な癖が、なんかスイートチリソースじゃないですよ、僕が思ってる。なんかもっとバーベキューっぽい雰囲気はね。ちょっとお腹空きすぎたんで、バナナ。黒いけど、中は大丈夫なんで。バナナ美味しいよね。うん。水分なさすぎてポロポロになってしまった玄米。もう美味しいから大丈夫。大体 200g。 マジ、量り大事です。毎日使う。まあ野菜はないけどこれだけです。これにもマスタードとケチャップかけます。ちょっとね、暗いんですよこっち側、申し訳ないです。まあ、いただきます。で、まあ、ケチャップとかマスタード、あと塩をふりかけと、ね、キムチ、これ食べちゃわないとちょっと賞味期限がやばいんで。めっちゃ質素じゃない。玄米と鶏胸肉だけ。マジ最近こんな感じなんですよ。これがリアル。いただきます。うん、キムチうまっ。ケチャラーなんですよ。ケチャップ大好きなんで。ちょっとマスタード。うん、うまっ。はいはいはい、よかったですね。はい、最後の晩餐だよ。あ、はいはい。取れてるかな。はい、今ね、夜の11時で、今から最後のご飯を食べます。で、これが見えるかな。これがですね、ミートフィットネスさんの新商品のラグステーキです。で、これはね、もうマクロもめちゃくちゃいいんですよ。栄養バランスもめちゃめちゃいいんですけど、とにかく味がもう僕的に好みすぎて、まあ、沖縄ってスパムが有名というか、結構こう普通の家庭料理とかチャンプルとかいろんな料理に使うんですよ。スパムってこうランチョンミートっていうんですかね、なんていうんですか、なんか結構でもそれって油がすごいんですよ。だから普通減量中とかね、こうヘルシーに食べられないんですけど、もうそれをまんまヘルシーに食べられるような感じです。で、マクロが、まあ、これ2つ入っていて、で、これで1食です。2つで1食なんですが、1食あたりカロリーが174キロカロリー、タンパク質が 30.5g、 脂質が 5.8g、 炭水化物が 0.1g 未満、もうほぼゼロ。炭水化物がほぼゼロです。で、脂質が 5.8 なので、もうやばいね。素晴らしいです。タンパク質も 30g 取れるんで、ミートフィットネスさんすごいいい商品しかないので、その中でも僕はこれ1位2位を争うぐらい大好きです。はい、早速ね、食べていきたいと思います。こんな美味しいもの食べて太らないからね、まあ、いっぱいね、もうたらふく食べればそれは太るけど、普通に食べる分にはもうめちゃめちゃいいので。暗いかな、ちょっと夜の撮影嫌なんですよ、ライティングが難しくて。すみません。じゃあいただきます。ケチャップかけました。うまっ。マジでうまい。なんかこうスモークの香りもして、すごい美味しいです。
まあ、ステーキって名前なんだけど、僕的には本当にスパムです。だからこれでいろいろ、まあ、沖縄のコンビニとかね、まあ、行くとスパムおにぎりってねあるんですよ。そういうの美味しいんだけど、これ再現できちゃうからね、減量中にね。本当素晴らしすぎます。本当にありがとうございます。ぜひ皆さんこれは一度は食べた方がいいと思うのでチェックしてみてください。本当にお世辞抜きで、僕はなんかお世辞とかこう動画とかで言ったことないんですよね。本当のことしか言わないんで、マジうまいんで、はい、うん、概要欄に貼っておきます。